ハムソウォン、18歳年下の夫とのエピソードを公開、初めて年齢を明かしたら、写真イコール K。PS ハムソウォンが18歳年下の夫、ヒンハン、ジンファ、とのラブストーリーを公開した。最近行われた KBS2TV、ハッピートゥゲザーさんの収録で、ハムソウォンは、夫と年の差が18歳だ、と話した。ハムソウォンは、夫は初めは私の年齢と職業について知らなかった。私が芸能人で43歳ということを公開したら、2日間連絡がなかった、と告白し、注目を集めた。またハムソウォンは、初めて夫に会った場所がパーティー会場だった。と伝え、初めて会った日、夫が自身が生きてきた話を全部告白した。本人がつけていた指輪までくれた、と、ロマンチックだった初対面の当時を思い出した。続いてハムソウォンは、付き合い始めた時、いつも夫が私の方へ来てくれた、と伝えた。そしてこの日、撮影現場にはハムソウォンの夫、ヒンハンがサプライズ登場した。ヒンハンはハムソウォンが明かした、連絡途絶事態、に対して、悔しいと伝えた。ハッピートゥゲザーさんは韓国で本日26日午後11時10分に放送される。